高市先生、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。もうお夕飯時でお腹も空いてらっしゃることと思いますのに、富士支部の勉強会にはこんなに大勢の皆様お集いくださいましてありがとうございます。まずの支部長様はじめ役員の皆様にお喜びを申し上げます。そして、この夏は牧野先生がすっごいお世話になりました。ありがとうございました。おかげさまでですね、とうとう外務大臣政務官として、ご活躍ということで、大変、日程でこれからあんまり地元にもお帰りになれない、そういう状況かと思いますけれども、引き続き、よろしく応援をしてあげてください。お願いいたします。今口からさっき生まれてきたような吉川先生なども関西やった間違いなく、吉本入りと言った形の調子の絵、吉川さんでございますけれども、それでも災害対策一生懸命やってきはりました。静岡、周辺だけじゃなくてですね、神奈川からこう関東にかけてエリア一帯もそうなんですけれども、私の地元のね、奈良県、紀伊半島なども今大変戦々恐々としている状況でございます。一生懸命青年局でも頑張ってきて、小泉局長のもとで被災地も入っていただいて、もう災害対策一生懸命やっていただいてます。で、本当に誠実が売りの岩井先生ですけれどもね、国土交通、それから経済産業はもう専門家だと思います。非常にそちらの分野で、出世をしていかれる、議員だと思いますので、皆さんも引き続きよろしくお力添えをお願いいたします。さて、ありがとうございます。で、褒めといてるから思ってくださいよ。はい、先ほどこちらに参りましてね、市内の各ご団体の代表の皆様から、お地元の課題についてご要望いただきました、予算措置、税制措置、いずれもございますけれども、直接私が伺いましたからにはしっかりと応援をさせていただきます。さまざまなご要望がございました。で、今日私が皆様にお伝えをしたいのは、本当に私の持ち時間が非常に短いので、もうかいつまんでの話になりますけれども、もう一回ね、もう一回みんなで日本と日本人の力を信じてみようやないかということなんです。だってもう外国の方とお話ししてると、それは国にもよるんですけれども、それでもね、日本の方は不満よう言わはるけど、それでもこんだけ治安が良くて、これだけ、清潔で、これだけ、経済的にも豊かで、福祉制度も恵まれてる、また医療保険制度もしっかりしてる、こんな国って羨ましいわっていう話、本当によく聞きます。でも私自身もそう思うんですね。日本人が、ご先祖様からずっと大事にして、受け継いできた、たくさんの素晴らしい価値っていうのがあります。私なんかおじいちゃん子でした。で、両親は共働きでございました。それでも自立して勤勉に働くことの尊さ、できるだけ人様に迷惑かけんように、一生懸命、働くことの尊さを学んでまいりました。だから日本人というのは基本的に自立と勤勉の倫理というものを、教授として生きてきました。しかしながら、それでも困った時はお互いさんやないかっていうのも私たちの合言葉でしたよね。うちなんかはもう鍵っ子で、共働き家庭で育ちましたんで、ちっちゃな弟が熱出して、で、私一人で、赤ちゃんの面倒を見てるような時にですね、お周りの人にたくさん助けていただきました。だから一生懸命自立を目指し、人様に迷惑かけるのや頑張るんやと勤勉に働きながらも、困った時にはお互い様だと支え合える、地域の絆、ネットワークがありました。で、多くの国民の中に、同じ地域じゃなくても遠くのところで災害が起きても、や
きたてとして気の毒にな、まあ、そう思いながら何か自分にできへんやろか、まあ、こういう考え方ができるのが、まあ、私たちの誇りです。それに加えてやはり高度な科学技術力もあります。まだまだすごい人材力だってありますよ。まあ、さっき申し上げた治安の良さ、清潔な社会、これは大変な財産でございます。それから何よりもやはり外国から見て日本がいい投資先だと、まあそこにお金を投入しとけば、儲かるんじゃないか、こんな風に思ってもらえる。そしてまた私たち国民が納税者が、まあ、日本というのを安心してこれからも、生活をしていける国だと、こう思える、まあ、その一番根っこになるのはまず政策の予見可能性がきちっとあること、まあ、おそらく日本はこういう方向に向いていくんだろうっていう、こう一つの方向性が見えること、それから行政や法執行の安定性ですね、安定性があること、で、まあ、ちょっと最近、不安な状況ではあるけれども、まあ、ライフラインというものがしっかりとしていること、まあ、これは大変な競争力の条件だと思います。まあ、それでもこれまでの日本は、まあ、こういったあの素晴らしい、まあ、価値の上に立ってまいりました。で、たくさんの先人たちの努力がございましたから、もう一度私たちの誇るべき価値を見直して、でちょっと損なわれてしまったところはしっかりと立て直して、で高齢化が進んでいるっていうけども、今の60代めちゃくちゃ若いです。私の主人も昭和27年生まれです。60代ですけれども、まあそれでもバリバリですね、今自民党の政調会の中で、まあ、頑張って、働いておりますんで、まあ、まあ全員野球でとにかくこの国をもう一度次の世代で誇れる国にするんや、まあそういう取り組みができる、でその方向を指し示すのが私は安倍内閣総理大臣の仕事だと思います。私は大学卒業した後に松下政経塾というところに入りました。あの松下幸之助さんがまだ当時お元気でいらっしゃいまして、卒塾するまで5年間、ご指導をいただきました。まあ、その中で本当に印象に残っているのは、松下幸之助さんは政治家にとって一番大事なもの、これは政治家だけじゃない、リーダーにとってっておっしゃいましたね。経営者であり、あれ、まあ、政治家であれ、また家庭のリーダーであれ、誰にとっても大事なのは理念であると、で政治家の場合は国家経営理念である、まあこんな風におっしゃってました。で、まあ、例によく挙げ取られたのが、例えば明治時代の日本っていうのは文明開化ですとかね、富国強兵が殖産興業、まあこういった3つの、スローガンのようなものがあって、で五箇条の御誓文もあって、まあ、何かそれが国民全体に浸透していることで、もう日本中力を合わせて、まあ、文明開化しよう、そして産業を育てよう、まあ、一つの方向に向いて大きな力が動いてたと、まあ、ところがあの当時ですよ、私がまだ20代の頃、松下幸之助さんは、まあ、最近の日本では何かそういう国民全体に浸透している目標っていうか国家像っていうのが見えてないんじゃないか、まあ、そういう話をされました。でそういう国家経営の理念が見えないとやっぱり場当たり的になる、政府の対応も場当たり的になってしまう、で国民の心もバラバラになってしまう、もう一回そういった理念を、共通の理念をしっかりと、打ち立てるべき時じゃないか、まあ、そんな話を聞かされて20代を過ごしました。吉川先生は31歳言うと、私が最初の選挙でしくじって落選中だったんですね。私32歳で衆議院に初当選をいたしました。まあ、一生懸命あの把握に縛って歩いとった頃でございますけれども、でもその頃本当にあのこの国家経営理念ということを真剣に考えました。今の安倍総理を私見ててね、あの理念、その目指してる方向性っていうのはひしひしと伝わってまいります。最初の施政方針演説で、一心独立して一国独立する、一心独立して一国独立する、福沢諭吉の言葉を聞かれた、演説でした。まあ、一人一人が、まあ、独立する、まあ、自立心を持っていく、まあ、それが
広く薄くですね、みんながコツコツと働いて広く薄く、社会のコストを負担する、そしてまたみんなで一生懸命頑張って豊かな消費生活も楽しんでいく、何かそういう世界を私は思い描きました。その積み重ねが本当に美しくて強い国家、成長を続ける国家、経済の場合が広がっていく国家、そしてまた自分さえ良ければいいとかね、自分だけ得したらいいっていうんじゃなくて、みんなでそうやって自立心を大切にしながら、国の独立を保っていくっていう気概が浸透していけば、確実に財政赤字が減る一つのきっかけにもなりますよね。今社会保障費ほっといても毎年1兆円ずつ増えていってます。でも、これは絶対に必要な経費もあるけれども、一部に無駄に使われちゃってるものもある、こういったものを見直しながら成長と、財政の健全化両方やっていきたいんだな、一つの方向性が私には演説を聞いててよく見えた気がしました。だからあらゆる政策をこう細かくチェックしていると内閣から出てくるさまざまな法律案はこの理念のもとにあるなと思います。で、私は第一次安倍内閣の時に、主に科学技術イノベーションなどを担当する、閣僚でございましたけれども、あの頃もね、安倍総理がおっしゃってたのは福祉から就労へって言葉をよくおっしゃってました。だから今おっしゃってることとほとんど変わんないんですけれども、それだったらやっぱり一人でも多くの方が働ける場所を増やしていこうとかで、科学技術の進展、せっかくのこの技術革新の成果っていうのをいかに国民生活に普及していくか、実際に儲かるビジネスにしていくか、その還元するまでの一つの動きがイノベーションですね。だからせっかくいい技術があるんだけれども、なんだかちょっと余計な規制があるばっかりに、なかなかお客様のところにその技術が商品となって、届かないといった時に、その規制改革も含めてですが、一つの大きな流れがイノベーション、こういったことは第一次安倍内閣で初めてイノベーション担当大臣というのを作られました。こういったところにも現れているかと思います。国家経営理念というのは見えてきた。じゃあ一つ一つの政策の中で、これからそれを実行していく時期であります。一つは先ほど吉川さんの紹介の中でも言いましたけれども、国の究極の課題、これはもう皆様も共通の意識があると思います。国民の命を守る、領土と資源を保全する、そして国家資源を守り抜く、これはもちろん国家にとっての究極の使命ですね。一番大切にしなきゃいけないことです。ここは自民党は力を入れてまいります。特に今年の夏、私も不安になりました。もう何が辛かったって、8月、6月から始まりましたけれども、国会が閉会になった後、何度も災害が起こりましたよね。で、今年は竜巻もあちこちで発生しました。で、集中豪雨もあり、ちょっと思った以上のそれが被害を巻き起こしと、ただテレビを見てると海水温の上昇が大きな原因の一つであるって、そう言われちゃいますと来年も多分あるんだろう、再来年もこれ同じような現象が起こるんだろう。で、どうもやっぱりそうすると日本の下水道であれ、また河川であれですね、いろんなこうインフラそのものが、過去の想定を超えた気象現象に追いついとらんなと、もうキャパ超えてるなというのをつくづく感じました。国土強靭化とか言いますとね、よく非難される方います。テレビ局でも某局は公共事業というと全部悪いんだみたいに扱われているけれども、でもそうじゃないと思います。だって自分のもし家族が、自分の親戚が、ただ台風が来た、大雨が降ったと、それで命を落とした、行方不明になった、どんなに辛いか、それはもうお方の方が想像つくことだと思います。突然命が失われるんですね。一つはやっぱり
これはキャパシティを超えている気象現象を起きているということであれば、必要なところは、まあ、何を言われようがしっかりと整備をしていく、まあ、最低限命を守れる形を作っていく、当たり前のことだと思います。まあ、概算要求を見ててもえらい公共事業費増えてるじゃないかというご批判もありました。まあ、16% から公共事業費概算要求増えてるっていうのはちょっとこれやっぱり自民党言ったらまた土木関係でばらまきしはるんちゃうかと、まあ、こういうご批判もいただきました。それでも今回はちょっと概算要求ですね、いつもだったら予算の上限を先に決めてから設定するんですが、まあ、今度はどっちかというと収支を改善するところにポイントを置きました。幸い経済成長で税収が増えていってますから、まあ、結局は収支を改善すればいいので、まあ、年末にある程度こう税収見込みが見えてきたところで、まあ、予算を調整していく、こういった形式を取りました。まあ、16% 程度公共投資に関しての概算要求、まあ、要求ですからこれからカットされていくんですけれども、まあ、それはそういうパーセンテージですが、まあ、一方で例えばエネルギー対策費というともう 40% を超えて増えてます。去年よりも概算要求の時点で科学技術関係の振興費も 17% 以上増えています。だから公共事業が突出して増えてるわけじゃなくて、まあ、必要な命を守るために最低限必要なところを着々と進めていく、まあ、これは国家の責任だと思っておりますので、まあ、ぜひともご理解を賜りたいと思います。まあ、安全保障も非常に大きなテーマになってます。まあ、おそらく集団的自衛権の話、まあ、これも大きな大きな議論になっていくでしょう。まあ、昔だったら必要最小限の、まあ、国を守るための国民を守るための必要最小限の自衛力っていうのはまあまあ東西冷戦の時代っていったら年が分かっちゃいますけれども、昔はそうでしたから、ソ連があってですね、でアメリカがあって、まあそうするとソ連圏向こうの東側の国に対しての一つのまあ防波堤みたいな存在が日本で、アメリカの核の傘の下に守られてる。まあ、一方で何かことが起きたらアメリカ軍がちょっとでも早く来園してくれりゃ、まあ、それでよかったと、それがまあ 最低限の、まあ、自衛力を持ってりゃいいということでしたが、今はちょっと周りの環境が違いますね。おそらく必要最小限、というものの、範囲が変わりつつあるように思います。今までと同じ体制では国を守りきれない、命を守りきれない、まあ、その中で私たちは法律そのものが目的じゃないです。国民の命を守る、領土を守る、主権を守る、その目的のために何が必要か、でその目的を果たすために、必要な政策を担保するために法律が必要だと、まあ、こういう考え方をしていきますと、まあ、今後、まあ、憲法の解釈の問題も含めてですね、必要な法体系を作っていく、まあ、そういう、議論の時期になっていくかと思います。サイバーテロ対策も急がなきゃダメですね。いろんな事件が起きてきております。でももうこれは過去にあちらこちらの国で起きていることです。すでに第一次安倍内閣の時にエストニアで大掛かりなサイバーテロがありました。まあ、エストニアってなんか遠い国ですよね。だけれども、まあ、日本よりも、一歩も十歩も先に IT 立国として、エストニア全ての国民が IC チップ入りのカード、国民カードを持ってました。でこれでいろんなサービスを受けてたんですね。それがある時外国からのサイバー攻撃が政府機関や金融機関に対して、発生をいたしまして、結局どうなった、3ヶ月間、攻撃が続きました。その中で、お金は下ろせない、保険は使えない、で、まあ、交通インフラなども、まあ、大変な混乱を起こしました。まあ、取り返しもつかないことが起きたわけですから、まあ、サイバーテロ対策なども私たちが大変重要な問題として訴えていることでございます。まあ、強い、日本ということを安倍総理よくおっしゃいますけれども、まあ、強い日本というのは備えのための法整備を怠らない、まあ、何かこうこれはタブーだと思ってですね、言ったら世間受けが悪いから、まあ、できるだけ後回しにしようっていうんじゃなくて、やはりリスクを最小化するために必要な備えのための法整備を行わない、
そういった立法府の姿勢によって私は本当に安心して生活できる日本というのができていくんだと思っております。まあ、これから始まる10月に始まる国会というのはたくさんの課題があります。まあ、さっき岩井先生が言ってくださいました、あの消費税率の引き上げ来年の4月から 8% と決まりました。誰だって嫌です。そりゃ物を買い物するときに物が高くなるからそりゃ嫌ですよね。嫌だけれども私たちはきちっと説明をしていかなきゃいけません。だってもうすでに消費税はあの全て社会保障に使うということが法律で決められてます。国の消費税分っていうものですね、全て社会保障に使われます。医療、子育て、年金、介護、まあ、これらの政策に全て使うことが決められていて、で、まあ、あれは民主党政権の時に自民党と公明党も賛成して、社会保障財源確保のための、まあ、消費税率を引き上げる抜本改革法、税の抜本改革法っていうのが去年成立しました。で、まあ、ただ来年から 8% になります。で再来年の秋から 10% になりますっていうのは決まってたんだけれども、法律の条文になってたんだけれども、まあ、引き上げのタイミングについてはやっぱりその時の経済状況によっては柔軟に判断できるというのを付則で加えてました。で、まあ、その法律が成立したことを受けて、じゃあその消費税の税収を使って何をするかということの法律もすでに去年何本も成立してます。例えば子ども子育て支援法、まあ、関連法だけで4本もうすでに法律になってます。で年金関連法案、これだけで3本もう去年のうちに成立して法律になってます。で順番に新しいサービスが来年度からスタートしていくんですね。例えば、保育、待機児童をですね、減らしていこうってことで保育所は増やすことになってます。年金、まあ、年金だってですね、あの25年とにかく、年金保険料をずっと納めてなきゃ受け取れない、でもあとちょっと足りないって方もいらっしゃる。まずこれを10年に、受給資格期間をですね短縮します。まあその代わり25年払った人より安いですよ。まあそれでもやっぱり自分たちでちゃんと保険料を払って、一定的に、まあ、一定程度、まあ、自立した生活ができるようにということで、まあ、その資格期間を短縮することがもうすでに決まっておりますよね。それから低所得の、年金受給者の方々に、まあ、最低限の生活をするのにちょっと辛い、部分がありますから、受給をする、まあ、この話も決まっています。それからまた、基礎年金の、国庫負担分、まあ、もともと3分の1でした、これ2分の1にしておりましたが、これを恒久化する、まあ、私たちの年金保険料はあんまり高くならないように国の負担を2分の1、これをずっとこれからも続けますよ、などなどですね、まあ、去年すでに、成立した法律、これらは消費税の、まあ、税収アップ分で、まあ、手当てをしようという前提で成立しています。そしてまた今年の8月にですね、国民会議、社会保障の国民会議が医療や介護についても一定の方向性を出してくれました。私たちはこれから政府与党で力を合わせて、まあ、この今度は医療、介護をどう充実させていくか、そのために必要な法律を作り予算を措置してまいります。でこの財源として消費税、残念ながら引き上げということですけれども、安定した財源が必要です。やっぱり社会保障がある程度こうきちんと固まって安定してると、で安心して、まあ、他のことにお金が使えるねとか、まあ、いざっていう時に困んないよね、まあ、いろんなことがやはり安心に結びついていくんだろうと思います。まあ、今日あの私がいただいた時間が実はあの7時10分までということで、もうオーバーしてるんですが、あのそんなことでも大変短い話で、まあ、具体的な政策についてあまり申し上げることはできませんでしたけれども、それでも私たち日本人はこの美しい国に生まれ、そしてたくさんのご先祖様が勤勉に働き、田畑を耕し、子供を一生懸命責任を持ってしつけ、いい教育を与えて、そして時には
国を守るために、家族を守るために命を投げ出して、まあ、辛い辛いそんな時期もありました。まあ、それでも自分の子供には同じような思いさせたくないな、まあ、そんな親心もあって、まあ、皆さん一生懸命働いて、まあ、私たちの世代はまずまず平和な社会で、まあ、ただそうひもじい思いもせずにですね、生活をしてくることができました、まあ、たくさんのご先祖様に感謝をして、で守り抜いてきてくださった伝統文化の美しさや自然にも感謝をして、でその代わりやっぱり次の世代が災害で怖い思いしたり、たった一つの命、ご先祖様、たくさんのご先祖様がつないでくれはった、誰か一人でも死んでたらおれへんのですからね、直系のご先祖様行さんいてはるので、どなたか一人でも大人になるまでに子供を授かるまでいなくなってたら私らおれへんのですから、いただいた大事な命をお互い様大切に思い上げ合いながらですね、どんな方も尊重し合いながら生きていける、まあ、そういう美しい国、そして力強く成長する国作ってまいりましょう。でやっぱり自立の倫理です、まあ、アメリカと日米同盟もあるけれども、まあ、日本国でできることは日本国でしっかりとやっていく、国民の命をしっかりと守るために、まあ、国家も責任を持つ、で国民の、多くの国民も協力をしていく、まあ、そんな、日本の姿を作っていけば私は次の時代全然大丈夫だと思ってます。観光立国だってすごいチャンスが開けてますよ。ああ羨ましい、富士山の世界さん羨ましいです。私の奈良県も最近奈良公園特区、ちょっと地味ですけどね、残りました。だから、まあ、鹿もくまモンに負けない、なんか鹿のキャラでも作るかななんて、ちょっと富士山とはスケールの違う話をしたりしてるんですけれども、まあ、それでもたくさんの方が憧れる国、一度は行ってみたいと思ってる、外国人の数ランキングでは2位という日本です、まあ、実際に来るお客さんは少ないんですけどね、でもその憧れをいつか行ってみようじゃなくて、行くなら今でしょうと、今日本に行こうと、まあ、そう思ってもらえる国にするために、まあ、私たち自民党議員も力を合わせて頑張ります。今日ご一緒の皆様も一緒に頑張りましょう。日本の国を信じて、もう皆様がお元気でますますご活躍になりますようにお祈り申し上げまして、短い脱皮の講演でしたが終わらせていただきます。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。予定時間を超えてまで実験を伺いました。本当にお忙しいことありがとうございました。高市政調会長、このまますぐに党本部の方へ帰りになります、戻られますので、どうぞもう一度皆さん盛大な拍手でお送りいただきたいと思います。